豆キュン。子供警察官ジャック、ハンバーガー泥棒。あ、紐がほどけてる。ピーター、ルナ、あれ、僕のハンバーガーどこ行った？ルナ、僕のハンバーガー見なかった？見なかったわ。嘘つくな。ここにいるのはルナと僕だけなのに。ルナじゃないなら誰が僕のハンバーガーを持って行ったんだ？私が泥棒だって？ひどいじゃない、ピーター。泥棒じゃないか。事件発生、事件発生、公園で事件発生。うん、了解。みんなの安全と幸せを守る子供警察官ジャック出動。子供警察官ジャックです。どうしましたか？僕のハンバーガーをルナが盗んでおいて知らんぷりするんだ。おまわりさん、悔しい。私ハンバーガー泥棒じゃないわ。ピーター、ルナ、ハンバーガーがなくなった時何をしていたの？僕は靴の紐を結んでいたよ。こうやって。私はピーターに会いに歩いていたわ。それじゃあすごく短い時間だな。そんな短い時間にハンバーガーを全部食べられるはずもないし。しないわ。どれどれ。あ、ここに足跡がある。二人の足跡じゃないな。ほら、私じゃないでしょ。できたばかりの足跡だから、これを追えば犯人を見つけられそうだ。足跡がここで途切れた。それじゃあ公園の中に犯人がいるんだな。ああ、あんなに大きい体なら泥棒はクマね。見つけたわ。僕のハンバーガーを盗んだのか？何言ってるの？ハンバーガーを盗むなんて。クマは犯人じゃないよ。ああ、足がすごく小さい。じゃあ誰が泥棒なんだ？あ、そうか。いかにも悪そうだな。僕のハンバーガー返せ、泥棒め。ハンバーガー泥棒だって？僕は野菜しか食べないんだ。問題ないわ。足跡が全く同じじゃない。違うよ。いくら悪そうな顔でも僕は泥棒じゃない。狼は泥棒じゃない。泥棒は羊だ。狼が泥棒じゃない？なんで？同じ靴を履いていて足跡の形は同じだろう。しかも口元にケチャップがついている。ケチャップ？口元についたケチャップがさっきハンバーガーを食べた証拠だ。ほら、ハンバーガーを盗んだのは私じゃないって。ごめんね、ルナ。許してくださいおまわりさん。とてもお腹が空いてつい。盗みはとても悪いことだ。今から警察署に行くぞ。じゃあ二人とも犯人を連れて行くね。ありがとう、警察官ジャック。ありがとうおまわりさん。警察官ジャックじゃなかったらまた泥棒に間違われるところだったよ。ごめんね。私もごめんね。チャンネル登録してね。